はい、こんばんは、久保木純一でございます。本日はかぐや姫の昇天、こちらを扱っていきたいと思います。文法的な細かい解説をしてしまうととんでもなく時間がかかってしまうので、こちらですね、助動詞の意味、古文単語の意味、そして、敬語ですか、重要だと思われる部分にはラインマーカーを番号のところにこのように打っておきましたので、そちらの方をご確認ください。 OK かな。さて、今日もおととびしていると思いますが、今日皆さん読んでいくときのポイントとしてはこちらですね。文章の読解課題ということで1番から7番、これを挙げてみました。今日の授業の最後に確認してみようと思いますので、自分でね、答えられるように、授業が終わったら答えられるようにしてください。 OK かな。はい、では早速いきましょう。立てる人どもはからです。立てる人どもはこのる上が絵の音になっているから完了、重要ですよ。 OK。 立てる人どもは相続の清らなる、ね、最上級に美しいんですね。この立てる人どもっていうのは天上界からやってきたやつら。ちょっと整理しておこうか。この話は今竹取の翁家があってね、その竹取の翁家に翁と大女がかぐや姫を監禁している状態。そこから天から天上界から天神たちと王様がやってきたわけですね。王様を今回僕は C としたのかな、天神を、E としたんでしょう、いや D としたんですかね、ごめんなさい、天神を D としたんでしょうか。そしてかぐや姫に求婚していたやつがいましたね。求婚していたやつがいましたね。こいつは、帝D、 D じゃないですね、 E としたはずです。 OK。 まあ警備はたくさんいるんですけども、結局かぐや姫は天上界に連れ帰られてしまう、そういう感じなんですね。はい、つまり CD たちの様子が1行目に書いてありました。相続の清らなること物にも似ず、ね、普通の人とは似ていない、飛ぶ車一つ愚したり、グスは連れるとか伴うという意味がありました。はい、天上界の人々は、車を1個用意していた、ラガイ、まあ傘みたいなもんですね、ラガイ刺したり、その中に王とおぼしき人、この王を僕は今日は C としたんですね。はい、その王とおぼしき人、家に200マロ、これは、B、 竹取の翁を指しています。これは C のセリフですね。都のまろ、もうでこって書いてあります。このもうでこ注意してください。敬意の方向っていうのは、誰々から誰々への敬意ですね。そうすると、これは、本動詞、謙譲語。謙譲語っていうことです。やられたやつへの敬意です。やるやつ、これからもうで来るやつは、都のまろなんですけども、もうで来られたやつは、C、自分自身になるわけですね。つまりこれは自分から自分、 C から C への敬意というふうになるわけなんですね。こういうのを、はい、2番もそうなんですが、こういうのを自尊敬語と言います。自分のことを高めちゃったってやつですね。自尊敬語、特殊な敬語の使い方です。B さんやってきなというに、たけく思いつる都まろ、そう、天神たちと戦うつもりでいた都まろも、ものに至る心地して、なんか酔っ払った感じがして、うつぶしがしない不整理、もうなんかしないけど繊維喪失状態ですね。やはり絵の音に理がついているからこいつも完了だよ。いわく、続けていくね。いわく、 C さんのセリフがスタートします。何時っていうのはここでは B をしています。お前、幼き人、いささかなる功徳を、翁丸をつけて B、
あなたはちょっとしたいいことをしたよねと。だからナムジが助け、ナンジが助けだね。これはのにしとこう。あなたの助けにとって片時ちょっとの間下してたんだよ。天上界から地上界に降ろしていたんだよ。誰を？ A をね。かぐや姫を君のところに降ろしたんだよと。そこらの年頃数年来、まあここでは数十年の方がいいかもしれませんね、何年間か何十年間かはそこらの黄金賜りて、賜るっていうのはあげる、あ、いただくですね、ごめんなさい、いただくという意味の敬語なんです、謙譲語です。はい、謙譲語補助動詞、もらったのは翁のはずなんですが、謙譲語ですからもらったの反対、あげたのは誰かっつったら結局は C だった。これも自尊敬語なんですね。あんた黄金もらったよね、身を変えたね、人生一変、はい、ごとになりにたり、このにたりとも完了ですね、両方とも完了ってやつですね、両方とも OK です。 OK、 かぐや姫丸尾で A は罪を作る、玉えりければ、かぐや姫は罪を作ったねって、この玉えっていうのは作りという動詞の上にありますから、補助動詞、尊敬補助動詞の喋、ってる人は C から C から、これは尊敬語、罪を A の敬意というふうになるわけですね。リーケレ、またこのリは完了のリですね。大丈夫かな。各癒しき、癒しきは、身分が低い、癒しき己、己ってあなたって意味です、ここでは B ですね。あなたのもとにしばしおわしつるなり、いたのは A のはずですから、尊敬語本動詞、いらっしゃるという意味の本動詞、 C 話者から A への敬意というふうになるわけですね。いたんだよって言ってるわけです。このなりとかも注意してくださいね。このなりは断定、いいかい。なりが動詞だったり、このなりは動詞です。断定だったり、もうこの後出てくると思いますが、伝聞推定だったりするときには見分けろという問題が出てくるから気をつけてね。罪の限り果てぬれば、まあそのかぐや姫が犯した罪の期限、まあなんか知んないけど懲役何年的な、はい、お前は地上界で10年ぐらいいろとか、そんな感じなんですかね。罪の限り果て、これは終わる、ぬれば A さんの刑期、刑期ってこういうふうに書くけども、 A さんの刑期、つまりかぐや姫の刑期が終わったのでこのように迎えに来た、翁、お前は泣き嘆く、それはあたわぬことなり、あたわぬはできないです。お前がいくらかぐや姫から離れたくないって言ってもそれはできない相談なんだよっていうふうに言ってるわけですね。はやいだし立てまつれ、謙譲語ですね。謙譲語補助動詞、話者は C です。 C から出すのは翁ですが、出されるのはかぐや姫ですよね。 C から A への敬意、そんな感じになるんじゃないでしょうか。大丈夫かな、続けていくよ。という翁答えて申す、翁 B だね。この申すは字の文と言われるやつだよね。つまり敬意のスタートは筆者 W からスタートします。筆者から言われたやつは C のはず、言ったのは B ですけど言われたのは C、 王様のはずですね。続けていきます。 B のセリフ、かぐや姫を養い立てまつる、養われたのはかぐやから A から B から A への敬意となるはずです。かぐや姫を養ったのが24年、20年余りつってるんです。ぬは完了ですよ。片時とのたも、のたまってたのは C ですよね。B 尊敬、 C への敬意、尊敬語です。片時はちょっとの間という意味がありました。あなたちょっとの間って言ったよね。僕たちかぐや姫二十何年もお世話してきたのに、だから怪しくなりはべりぬ、ごめんね。このなりは青で引いちゃったんだけど、
助動詞ではありませんです。これ気をつけてくださいよ。このなりは動詞だよ。いいね、やっぱり識別でしはかな。あやしは不思議。僕たちは来たのに、何人も可愛がってきたのに、君たちはちょっとねとしか言ってないね。地上界の人々と天の角の人々の時間感覚が全然違うということが、これ分かっていただけるでしょう。沖縄はそれを逆手言い訳で神戸言い訳をします。だからこととしたら、またことところに違うところの人、これは尊失礼謙譲語本動詞、申しているのは誰か分かりませんが、言われているのはかぐや姫のはずですから、B から A への敬意となるわけですね。かぐや姫と言われる人がおわすいらっしゃるんじゃないですか。尊敬語本動詞、B から A への敬意です。ラムは現在推量。いい言い訳の仕方ですね。言い訳その1、時間差が激しいから、あなたの言ってるかぐや姫と私の今養っているかぐや姫が違うかという言い訳。もう一回 B のセリフが来ます。ここにおわする、ここにいらっしゃるかぐや姫は大丈夫だね。これも A への敬意、 B から A への敬意です。かぐや姫は重き病を敷いたまえば、この詩は動詞です。するとでも訳してください。重い病を患っていらっしゃるので、やっぱり B から A への敬意ですね。栄意でおわしますまじ、出てくることができませんと言っています。A 打ち消しでマジとつながる、消しで不可、打ち消しで不可能、出てくることができませんよというふうに言ってるわけですね。このおわしますは尊詞上語補助動詞、上にいずって動詞がありますからね。 B から、そして B から A への敬意となるわけです。沖縄のか、沖縄のこの2つのセリフは、かぐや姫をどうしても渡しないための言い訳だったんですね。ちなみにその手前の C のセリフは何でしょう。かぐや姫がなぜ地上界に来たのか、そしてまたなぜ天上界に帰ってこなければいけないのかを説明していました。あとで読解課題で、確認しておきましょう。と申せばその帰り事はなくて、 C さん無視したんですね。申すは字の文だから W から言われたやつ、 C への敬意となるはずです。矢の上に飛ぶ車を寄せて、 C のセリフです。いざかぐや姫、かぐや姫ちゃんと A、 汚きところにイカでか、このか大事です。この結びを連帯形にしているかかり結び、これが大事なわけじゃないんだ。このか自体は反語、何々だろうか、いや何々ないと訳すべき文です。どうしてそんなに長くいるでしょうか、いやいない、つまり早く出てこいって言っているわけですね。このおわすは尊敬語、本動詞、そして、C から A への敬意というふうになっているはずです。続けていきます。立て込めたるところのと、すなわちすぐに、ただ秋に飽きぬ、この27、28は気持ち悪い使い方をしますね。両方とも完了です。もうすべての扉が全部開いたんだよと。はい、ここら辺は超能力を感じさせます。天人たちの超能力、孔子どもも人はなくして飽きぬ、沖縄抱きていたるかぐや姫、外に入れぬ、まあ、官僚の表現がポコポコポコっとありますけども、これが超能力の表現です。つまり人がないのに自然にガラガラって開けていた、オーナーですね、ババアです。オーナーはかぐや姫から離れないようにずっと抱いていたのに、かぐや姫が外に出てっていってしまう、これが、天人たちの能力を表している表現かと思います。とどむまじければ、このまじければ不可能で取るといいんじゃないでしょうか。はい、まあだって上に絵もあるしね、これまた不可能の表現がここで完成できてますよね。とどめることができないので、
ただ差し仰ぎて泣き降り、泣いていたのはおそらく沖縄オーナー、まあだから線引いてビートしておきますね。はい、ですからもう別れはもう物理的にやってきてしまったわけなんです。だけどかぐや姫はやっぱりラストメッセージを残したいということで2段落目、竹取り丸をつけて B、 心惑いて泣き伏せる、また絵の音にるだから完了。かぐや姫の A ですね。今から喋る内容というのはかぐや姫が竹取りの沖縄 B に喋ります。ですから基本的に経緯っていうのは A から B への経緯にほとんどはなるんじゃないでしょうか。見てみましょう。ここにも心にもあらで、こので重要だよ。平川答えられるか。打ち消し接続。心にもなくて書くまかる、まかるは言葉の意味も重要です。退出する。はい、退出されるのは、じゃあ退出されるのは B ですよね。 B から A の経緯を覚えておいて、意味も重要、覚えておいてね。このように退出するのに、のとして登ろうとしている意思ですね、をだに見送りたまえてるわけですね。 B さんに対して言ってるわけですね。 A から B への経緯となるわけです。そしてね、そして補助同士だよ、聞こえてる、大丈夫、おってね、今日ね、許してね、といえども、逆説、逆三角ね。 B のセリフ、 B のセリフです。何しに勘送りに任送り立てまつらぬ。はい、これ反語の横にもその反語の要素はないんですけども、反語で訳してある。どうしてこんなに悲しいのにかぐや姫 A を見送ることができようか、いやできないって言ってるわけです。我をいかにせよとて、捨てては登りたもうぞ。あなたは私にどうしろと言って、私のことを見捨てて、天上界から天上界へ登っていってしまうんですか。この B からのセリフっていうのは、B のセリフっていうのは、結局のところすべて B から A の経緯になるわけです。OK。愚していて追わせね。この根は完了なんですが、まあ、これはこう言ってるわけですね。私も一緒に連れて行けと、かぐや姫、お前とは離れたくないというふうに言ってるわけなんですね。そんなのできる相談。かぐや姫って天、だってかぐや姫って天上界、もうちょっとなんか SF っぽく言えば宇宙人ですもんね。そんなことできませんから、と、泣きて伏せれば、泣いて伏せていたのは B。はい。この37番も重要かもしれません。助動詞37番。意味は、完了でございます。やっぱり絵の音でつながってますからね。はい、伏せていたので、はい、心惑いぬ、心惑っていたのは A のはずです。うわおじいさんどうしよう、私を離れたくないって言ってるわ、そんな感じですかね。 A さんのセリフはここから、文を書き、まからむは退出する、まからむは退出する。やはりこれもすべて A から B への経緯、私は手紙でしょう、私は手紙を書いていなくなりますわ。小石からむ折り下に、無の下に名詞が来た時、この無は40万遠曲、40万だよね、遠曲、漢字ではこう書くようです、見えます、遠曲、遠曲と訳してあげてください。前出て見たまえ、これも尊敬語ですね。はい、尊敬語 A から B、 A から B への経緯というのもなるんでしょう。とてうと、はい、書く言葉は、はい、ここから A さんが B に当てた手るわけです。ラストメッセージが来るわけです。生まれぬるとならば、この国に生まれたのだとしたらっていう意味ですね。そうです、大事なのはこのならが、あの音、未然形で場とつながっているから家庭を表すんですね。私が、まあ、地球人だったならばぐらいにしときましょう。私が地球人だったならば、嘆かせ立てまつら、嘆かせたのは A です。嘆かせられたのは誰か、ちなみにこの世は私益だから注意ね。
悲しませられたのは沖縄のはずですから、やっぱり A から B への経緯となります。立てまつらぬほどまではべらむ、はい、はべるというのはここではお仕えするという謙譲語です。重要な敬語です。25番ですか、はい、これにもちゃんとチェックを打っておかなきゃいけなかったね。これはお仕えするという意味の謙譲語だよ。いいね。だから私が地球人であるならば、おじいさんが嘆かない状態まで、つまり死ぬまで一緒ってこと、死ぬまで一緒に入れたでしょうにねと。でもそれは無理だと。そうそうだね。過ぎ別れぬることを返す返す本意なく不本意ですと。覚えはべれ、はい、このはべれは丁寧語、ございますとでも訳せばいいんでしょう。丁寧語は喋っている人から聞いている人への敬意、喋ってるのは A だから聞いているのは B ですね。 A から B への敬意。脱ぎ置く衣を形見と見たまえ、私は今から脱いでいく服を形見としてください。A から B への敬意ですね。尊敬語です。補助動詞だよ。見るっていう動詞があるからね。月のいでたらぬ夜は、やっぱり名詞の下に無があるから、名詞の上に無があるから、こいつは遠曲、47番も遠曲だったはずです。月が出た夜は見起こせたまえ、月を見て私のことを思い出してください。そんな感じかな。見捨て立てまつりて、全部 B から A への敬意が発生、A から B への敬意ですからね。違うのは、あ、両方とも一緒か、謙譲語です。こっちは捨てるという動詞があるから補助動詞、こっちは本動詞、退出するです。よりも落ちぬべき、ぬべしは、ちょっと覚えておいてね。ぬべし、つべし、なけむ、なむ、つあむ、ぬらむ、見えてる？これは上位セットと呼ばれます。もともと過去の助動詞だったつぬに、べしのようなぬらむのような推量形の動詞がくっつくと、これらの青の部分というのは脅威と訳してあげる、まあ、きっと何々っていうふうに訳してあげるというやつだから、なんか知んないけど、だからなんか知んないけど、こうやっておじいさんを見捨てた、そんな私は天上界にいるけど落ちてきてしまう、地上に落ちてきてしまいそうな気持ちだわと、それと悲しいとかぐや姫も言っているわけです。さあさあ、ここまでは A がメッセージです。そして当てたメッセージです。このあと A さんはメッセージを、誰かにメッセージを伝えたかった。いいかい、どこの裏だ、これの裏か。 OK、 今 A さんはもうここら辺にいるんでしょう。もうすぐ帰るんでしょう。もうすぐ帰るんでしょう。 A さんは B にメッセージを当てました。 E に向けたメッセージ、帝に当てたメッセージをここから書いていきます。続けていくよ。天神の中に、はい、天神丸つけて D、天神の中に持たせたる箱あり、せ、刺激です。なんか天神が箱を持っています。そこには天の羽衣が入れり入っていました。 D 完了です。 N 音とつながってるからね。またある箱は不死の薬入れり、やっぱり完了ですね。一人の天神丸をつけて D が言う。 D のセリフ、大事なのはこれ、これも重要な結論。なるつぼなる恩薬立てまつれ、立てまつるという言葉は基本的には僕たちは謙譲語で使う。で、口の中に入りそうなものが入った時は意味がガラッと変わる。はい、こちらご覧ください。立てまつる、飲む、着る、飲む、食う、乗りというふうな意は服従関係の時は尊敬語に変わります。気をつけてね。だからこれは尊敬を本動詞、 D から A への敬意。お薬をお飲みください、お薬を飲まぬところ、これは地上からそうしていますね。地上から、地上からのもの、聞こしめす、のもの、聞こしめすも大事な尊敬語です。これも英語です。
べるという意味があります。食べ召し上がりですね。召し上がっていました、召し上がっていました、こっち足からむものぞ、足からむ、このむ、このむ、遠距離で問題ない、遠距離ものという名詞が名詞として55番、どうでしょうか。55番、はい、遠距離で僕は取っていました。まあこれものぞっていうのがまあただ共有をしている言葉であって、これを水量と取る人もいると思いますが、まあどちらでもいいかな。でも水量の方が意味としてはしっくりくるのかなって気がしますけどね。ハテナマークと、はい、つまりまあ言ってる内容は分かりますね。薬飲んでください、地上界でいろいろ食べたでしょ、気分悪くなってませんって言ってるわけです。とてもてよりたれば、わずかなめたまいて、なめていたのは、A さんのはずですね。ちょっとなめて少し固みとて、脱ぎよく衣に包まむ、ね、衣に包んであげようと思ったんだけど、天神丸をつけて D。 あ、ちょっと戻るよ。この玉は字の文だから、筆者から A の経緯ね、 W から A の経緯ね、大丈夫。ある天神包ませず、静止液図打ち消し、ね、そんなことしてる場合じゃない、早く帰ろうっていう感じですね。音像を取り入れて着せむ、着せようとしたのは D ですよね。 D が A に着せようとしたんですよね。意思です、む。その時にかぐや姫、丸をつけて A、 しばし待てという A のセリフは続けていくよ。衣着せつる人、その天の羽衣を着た人は心ことになる、心が違っちゃう。なり大事です。このなりはなる連帯形に、らへん同士の連帯形に接続しています。はい、普通連帯形に接続するなりっていうのは断定なんですが、らへん同士の連帯形ですので、これは伝聞推定となるんでしょう。私は聞いてるよ、その羽衣を聞いたら、心が違っちゃう。もっと分かりやすく言いましょう。天上界、失礼しました、地上界ですね、地上界の記憶がなくなってしまうって聞いてるわよ。もの一言言いおくべき、当然です。ことありけり、私は、まあ、簡単に言います、私はまだ地上界の帝に言っておきたいことがあるから、まだ着せないで、そんな感じですかね。と言いて踏みかく、天神丸をつけて D、 遅い長あり、じれっころもと長あり、じれったいなぁと思っているわけです。玉は字の文ですから、筆者からとなります。天神への敬意となります。かぐや姫、丸を知らぬ、もの知らぬこと、まあ霊なんか冷淡なこととでも言えばいいですか、ね、いないなんか道理を分かっていない、情理を分かっていないこと、なあのたまいそ、はい、こののたまは言ってる A の経緯ですね。 D が言ってるんですもんね。 A から D への経緯なんでしょう。そんな無粋なこと言わないでお別れよとかぐや姫は言っているわけです。とて意味軸静かに公に、大事ですよ。ここに帝がいたんです。公、帝という意味ですよ。に御踏み立て祭り多毛、二方向の敬意、両方とも W から誰かさんですが、手紙を書かれるのは帝ですから、 W から E、 帝への敬意、手紙を書いたのはかぐや姫ですから、 W から A への敬意、謙譲語、尊敬語、本動詞、補助動詞という形になっています。慌てぬ様なり、打ち消しでした、打ち消し断定。 OK、 始まる。次から始まるのは、かぐや姫が地上界の帝に宛てた手紙。各あまたの人をたまいて、はい、たまうというのはあげるという意味はありますが、ここでは派遣する、そうです、兵隊を帝はたくさん派遣していたんですよね。かぐや姫を奪ってようにで、とどめさせたまえど、刺せ気をつけてください、この刺せ気をつけてください。68号詩です。大丈夫ね。させたまえ、こういうのを何て言うかっていうと、二重尊敬って言いましたよね。はい、ですからこのさせ尊敬となるわけです。そしてこのたまえは A から E への敬意を表す尊敬語。許さぬ迎えもうできて、大丈夫かな、
全部ここに書いてあるのは A から E への経緯になりますからね。はい、私が地上界にとどまることを許さない迎えがやってきまして、取り入ってまかる、退出する、いなくなるしく、口を敷く、残念なことっていうんですね。残念で悲しいことでございます。宮塚へ、つこを祭る、お仕えするという意味の献上語です。だからやっぱり A から E への経緯ですね。図なりぬるも、かくわずらわしき、複雑なと取ると分かりやすいかもしれないね。そう、私は天上界の人間だったんです。そんな感じ。こんな私が複雑な身だからですと。心得ず、おぼしめされつらめども。ごめんね、これはつとラメで分かる。どっから見たことない？どっから見たことない？これこれこれ、つらむぬらむ。だから脅威セットなんですね。文法的な、いくよ、文法的な説明しっかりここだけいきます。おぼしめある例、感情語の下にある例は自発。つ、これは助詞だけど、とは完了の助動詞だけど、脅威に早変わり。そしてラム、現在、これはもとも、これは現在推量。はい、いいかな。どん三角、心強くはべらず、難量性こと、過去完了性とかここにあるよ。に過去、完了、に完了し、過去ですね。強くない、私は心が強くないのでっていうふうな、あ、失礼しました。心、もう一回いきます。心強く、心強く受けたまわらず。これはどういうことを指しているかっていうと、 E からの求婚、 A が断っていた。見える？そう、帝からもかぐや姫は、求婚されていたんですけども、その求婚姫をずっとかぐや姫は断っていたんですよね。だからなめげなるものですね、無礼なやつだですね。なめげなる、無礼なやつだと思っていた、帝は思っていた、ね、その状態でとどまられて、ぬる、このられとぬるも一応チェックしておいてください。受け、られは受け身、ぬるは完了です。はい、つまり帝の心の中でかぐや姫って無礼なやつだという状態にとどまっている状態、それが心にとどまり、中のこぬる、私の中の後悔でございます的な感じですかね。のはべり、これもございますとでも取ってください。47番は、どうなっても、と丁寧も補助動詞 A から E への経緯に、つまりではないでしょうか。つまり帝の求婚を終わったことをすごく心にあったわけです。としてあったわけです。その後の A のは、今はとて、限りとて、天の羽衣着る折ぞ。自分の衣着た瞬間に自分の天上界の記憶は吹っ飛ぶわけです。この哀れとスラッシュ、この君はいます、 E を指しています。帝様、あなたをしみじみと思い浮かべています、しみじみと考えというふうに言ってるわけです。とはいえ、天の羽衣を着た瞬間に記憶は吹っ飛びます。その着る直前に帝のことを強く考えている、まあ、そんなような歌だったわけです。とて、壺の薬添えて、唐の中将、ね、帝の部下ですよ、呼び寄せて立てまつらす。巣は刺激です。はい、立てまつる、これはあげられた人、あげられた人は E になりますから、筆者から、字の文ですからね、筆者から E への経緯となるわけです。中将に天神取りて伝う、中将取りつれば、中将がその、かぐや姫から、まあ、帝に、まあ、壺の薬、富士の薬を渡した瞬間に、ふと天の羽衣を打ち着せ立て祭り、着せたのは天神なんでしょう、着せられた、天上語ですからね、着せられたのは A のはずですから、筆者から A の経緯、つまり天の羽衣を着ると地上界の記憶がなくなります。だから沖縄を愛おしく、気の毒に悲しい、愛しいですね、愛しいとおぼしつることも
うせぬ、消えたですね。このぬは完了。この衣を着たる人、この衣を着た人は物思いなくなりにければ、これセット、完了セット、完了過去です。車に乗りて100人ばかり登して、登りる、登って行ってしまった。そんな感じになるわけですね。ちょっと、OK。ちょっと早口でごめんちゃいね。さて、映像さん、一旦映像を止めて、この読解課題を作って、自分なりの答えを作ってみてください。どうぞ。はい、では、僕の答えを書いてみたいと思うんですが、ちょっと書くのがめんどくさいので、指をパチンと鳴らして一番ここに出して、今までの答えをここに出してみたいと思います。一番はこんな感じ。かぐや姫を迎えに来た理由ですね。これは、かぐや姫が、犯した、罪に対する刑期が終わったからとでもすればいいでしょうか。はい、そうすると2番はこんな感じ。目はいきますね。一つ目はかぐや姫が天上界で罪を犯したため、地上界に、まるでなんか地上界が牢屋みたいなんですけども、まあ地上界に派遣された。もう一個地上界に派遣された理由としては、竹取の沖縄が、なんか地上界でいいことをしたんでしょうね。だから天上界のプレゼントを運ぶメッセンジャーとしての働きがかぐや姫にはあったということでしょうか。3番はこんな感じ。2つの言い訳ですね。文章中で確認しましたので、まあ写しておいてください。4番もこんな感じです。4番は、はい、文章の真ん中にありましたね。こういうようなことが書いてあればいいんじゃないでしょうか。5番はこんな感じ。薬は、薬も羽衣も地上界の記憶を消す、記憶だったり汚れを消すものとしてあったわけですね。 OK かな。6番7番が出てきたでしょう。はい、かぐや姫が沖縄に宛てたラストメッセージの内容、かぐや姫が帝に宛てたラストメッセージの内容、そちらに書いてある通りでございます。 OK かな。ということで、かぐや姫、結構大変でしたね。解説の方を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。よく復習しといてね。